朝鮮漢字音は朝鮮語における漢字の音のことで、ある。朝鮮字音とも言う。中国語における漢字の音に由来するもので、日本語の音読みに相当する。日本漢字音の場合、漢字の読みは断続的に入ってきたため一つの漢字に対して、持ち込まれた時代によって、語音、漢音、動音、その他の4種類以上があるが、朝鮮漢字音は、 原則的に一つの漢字に対して音は一つである。朝鮮半島は中国と陸続きであるため、朝鮮には早い時期から簡単なく漢字がもたらされてきたと推測し得る。しかしながら、訓民性音創生以前の古代朝鮮語については、表音文字による朝鮮語の表記がなかったため、漢字音が具体的にどのような様相であったのかを知るのが困難である。 そのような中で古代朝鮮語の漢字音推測の手がかりとなるのが、合察、区血、リトなどの仮屋座表記における音読字の読み方である。1443年に表音文字である、君民声音が作られると、朝鮮語は明治的に示されるようになったが、15世紀の間は、東国声音式漢字音によって漢字音が示された。 東国製印式漢字音は、伝来漢字音でなく、人工的に考案された音なので、当時の現実の漢字音を知るための資料にはなり得ない。伝来漢字音が、文献において、初めて示されたのは、六素法だから断行限界と、新言金とも三段世磁気文限界である。これ以降、伝来漢字音による、漢字中音が一般化する。西チ賃が作った。 漢字学習書、君謀あざかいも、伝来漢字音によって中音がなされている。ここでは現代朝鮮語における漢字音について、その体系と特徴を概観する。朝鮮語の初声の種類は、以下の19種類である。このうち、漢字音の初声として用いられるのは15種類である。表中において、で示された音は、漢字音に現れない音である。なお、 以降において、ローマ字は、福井礼式の本字である。朝鮮漢字音の初声において、疎外音はそのほとんどが、平音か激音である。初声に、脳音を持つ、漢字音は、以下の三字の字音と極めて限られている。しかしながら、これらも中期朝鮮語では、平音で現れ、現代語に至る過程で脳音化したものである。したがって、 朝鮮漢字音にはもともと初声に脳音を持つ漢字音がなかった。D、T は母音、I と結合しない。また、S、J、C は半母音 I、I マイナスと結合しない。ただし、中期朝鮮語においてはそれらの結合があり得た。前者の場合、例えば、電の字音は、字円であったが、近世朝鮮語期に、公害音化が起こり、字円となり、 さらに現代朝鮮語に至る過程で、ジェンとなったものである。朝鮮語の中声21種のうち、漢字音に現れないのは、イアイ1首のみである。中声の種類には、かなりのバリエーションがあるが、初声あるいは修正との結合に、制約のあるものもある。例えば、タンボインのうち、Y は、新音の初声、B、P、M とは結合せず、後ろに、 必ず修正を伴うであるとか、w を含む中声は、を、上を除いて、修正と結合しないなどの制約がある。i、a は現代朝鮮語において、それぞれ、単母音、e と発音されるが、これらの単母音は中期朝鮮語においてはその文字の構成の通りに二重母音、i、i と発音されたと見られる。すなわち、例えば、太しの漢字音、 タイは中期朝鮮語においてタイであったと推測され、それは中国語音タイの繁栄であり、日本漢字音のタイとの対応関係にある。その後、近世朝鮮語期に二重母音が単母音化し、現代朝鮮語のような音に至るわけである。朝鮮語には七種の修正があるが、このうち D を除いた六種が漢字音に現れる。中声との結合において、 制約のある場合がある。例えば、修正 BM は中性 OU と結合しないなど。中期調戦後には高調と低調からなる弁別的な肯定アクセントの体系があり、低調、高調低高調の3種類のパターンが存在した。漢字音においては低調、高調低高調のすべてがあり得た。 中期朝鮮後のアクセント体系は、近世朝鮮後に至って、崩壊、消滅する。この中で低調と高調の複合である低高調は、低調あるいは高調に比べて、音の長さが倍であるため、アクセント消滅後に長母音としてその痕跡を止めることとなった。本来の音みみとは違って一部の単語で使われる、音を俗音、または通用音という。 大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とで、字音の異なる漢字が散発的に存在する。また、北において、あだの漢字音、数ーは、音州という漢字語においてのみ、州となる。これは、音州が元水と同音になるのを避け、音州をウェイン州に改めたためとみられる。漢字音、ミエーピエーは北では、メイペイとなる。 これは、見え、ピエの実際の発音に即して、綴りを改めたものと推測される。漢字語において、五島に、R あるいは、N が来る場合は、南の標準発音では、音が交代する。五島の、R は、I、および、半母音、Y、の直前で、に、それ以外の場合は、N に変わる。五島の、N は、I、および、Y、の直前で、に変わる。 北の標準発音では、五島の和維持される。なお、南北間でのこれらの違いについては、朝鮮語の南北関西中の漢字語に関する表記も参照のこと。河野六郎、伊藤聡志幸をもとに、中国中高音と中期朝鮮語における、朝鮮漢字音との対応関係について概観する。ローマ字は、福井礼式の本字。朝鮮漢字音の聖母は、 おおよそ以下のように現れる。中高音の聖母のうち蘇外音は、全清し、自身、全属の三系列がある。中高音は勇気、無気の対立とともに、優勢、無性の対立があった。これに対し朝鮮語の蘇外音は勇気、無気の対立はあるが、優勢、無性の対立は朝鮮語の音韻体系自体にない。よって、有機音である、自生音は、 同じ有機音である激音に対応するが、全静音、全濁音は共に平ら音に対応することになる。だが、この対応は、必ずしも整然とはしておらず、聖母の種類や陰母との組み合わせによって異なりうる。主な特徴は、以下の通りである。朝鮮漢字音の音は、透け音のない場合はおおよそ以下のように現れる。以下、諸特徴について外観する。 インビのシーン朝鮮漢字音においては、中高音の6種類のシーンインビ、M、N、P、T、K が完全な形で対応している。ただし、中高音の日照、T は、朝鮮漢字音においては、R で現れる。この現象は古代朝鮮語において、すでに存在したものと見られる。スケオンボインの開け合い、すなわち、スケオン、W の反映の仕方は、 聖母の種類によって異なる。騎馬音、死音、高音は原則として、スケ音、W が反映され、絶音は反映されない。母音の時期、用、すなわち、スケ音、愛は、多くの場合反映される。一部の漢字音に、重ひ紐が反映されている。例えば、止め、節の初音や繊音などは、スケ音、愛を伴う音と、スケ音を伴う音とで、 朝鮮漢字音の現れ方が異なる。重紐の違いは、騎馬音と喉音で反映され、新音では反映されない。この違いは、中国漢字音や日本漢字音では失われている。中高音の成長と中期朝鮮語の漢字音におけるアクセントを比べてみると、中高音の表彰は中期朝鮮語の低調に、日照は高調に、それぞれほぼ対応している。しかし、 中古音の上昇と巨匠は中期朝鮮後の校調、あるいは抵校調で現れ、その対応関係が明確でない。朝鮮漢字音が中国のいつの時代の音を母体としているのかについては、これまで複数の研究者が仮説を唱えてきた。伊藤里志ゆきは、上古音節、節音音節、東大朝暗節、壮大開封音節などを検討し、具体的に特定するのは、 難しいとしつつも、東大朝暗音が朝鮮漢字音の元になっている可能性が高いとした。学際研究者の藤井雄友は、三等方言音が朝鮮漢字音の土台になっているとした。ただし、元の中国語音において複数の音がある場合には、朝鮮漢字音でも複数の音があり得る。例えば、駅の漢字音、イエッグとアイなど。 例えば、合殺における、ためりイニシエという表記から、り、イニシエの、古代朝鮮語における字音がそれぞれリ、り、ごうであった可能性が高いと見ることができる。おい、ういは、標準発音法に従い、それぞれ単母音とみなす。ただし、トー音法則は、漢字語という語彙部類における、音音変化の一種であり、漢字音それ自体は、南でも、R、 n を伴っているとみなす。ローマ字の本字について、詳細は朝鮮語のローマ字表記法を参照。また、中期朝鮮語のローマ字本字については中期朝鮮語も参照。区決などにおいて、オツを、R 音の表記に用いているのはその現れと言える。伊藤里志ゆきによれば、文献に現れた漢字音の内上昇の78.32%。 巨匠の78.44%が抵抗調で現れたという。藤井ゆをもんみ、白月の絵配線と、上代特殊金遣い、日本を生んだ白月の絵配線その言語学的証拠、東京図書出版会。ありがとうございます。